夢を抱くことは大事だ。でも、どうせ描く夢なら抱えきれないくらい大きく。挑め、平日の大人たちよ。ダート三冠最終決戦、大いなる夢へのラストスパート、平日に三冠を。10月2日ジャパンダートクラシック。夢を抱くことは大事だ。でもどうせ描く夢なら抱えきれないくらい大きく。挑め、平日の大人たちよ。ダート三冠最終決戦、平日に三冠を。10月2日ジャパンダートクラシック。お願いいたします。スタート。はい。夢を抱くことは大事だ。4 5 6 7 8 切れないくらい大きく。お願いいたします。食べる、寝る、遊ぶですかね。遊ぶのはもう本当自然があるところが好きですね。で、眠るのは本当にこれだけ言っちゃうとちょっとすごいこう語弊があるというか変に受け取られるんですけど、外で寝るの好きですね。自然のあるところで、キャンプだったりね、そういうのが好きですね。食べ物はエビフライが好きです。そうですね、本当さっきも話したみたいなことなんですけど、あんまり子供の頃は結構スキー多かったんですけど、スキーやりたいなと思ってたんで、ちょっとパウダースノーのところでスキーを
あのバックカントリースキーみたいなことを登って降りてみたいなことはやりたいなと思ってます。はい、スキーはすごい行ってましたね。送り込まれてましたね、親にどっか行けって言われて。そうですね、山は基本的にあの多分僕の感覚なのかもしれないですけど、高さと難易度がこう比例していかないので、あと季節によっても変わってしまうので、あまり手強くなかったなと思っていても季節変わると手強いってなってしまうし、その時の体調も全然変わってしまうので、それによって大体手強いですね。あの急登が日本でも三大急登って言われてる山があって、その中の一つでつば九郎っていう山があるんですけど、そこの急登は残雪期って雪がまだ残ってる春先ぐらいの時に登った時は、今まで夏登ってたのとはちょっと全然、もちろん雪だから様相変わるんですけれど、それはしんどかったですね。吹雪いちゃって、はあ、うん、でもすごく登った時は絶景だったんで、登りきるとねまた感覚変わりますよね。登ってよかったなっていう、はい、やっぱ美しいですよね、走る姿が。なので僕何かで競走馬ってやっぱり筋肉のつき方が、あのそれぞれ、例えば馬車引く馬だったりとか、そういうだなんていうのかな、デコボコした道歩く馬だったりとかっていうんで、やっぱ筋肉のつき方も違うので、馬のそのフォルムに相まって、その場所に応じた筋肉のつき方というかね、美しさっていうのがあるので、競走馬はまたちょっと走る、速く走るための筋肉がついてて、あれは見てたいですよねっていうイメージはありますね。はい、